はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで今日から久々のアイドルマスターワンフォーオールやっていきたいと思います。昔からのね、視聴者の方は、知ってると思うんですけども、このゲーム、思い入れがあるゲームなんですよね。懐かしい。ということで、もちろんですね、あれですよ。100。あれ、どうだったっけかな、覚えてねえな。昔すぎて。どうだったっけ、100円だったような気がするんだよな。これでよかったような気がする。100円プロデューサー、はい。ああ、違う。丸とボタンが、丸とバツ逆なんだ、日本ゲームは。メール、ランキング、オプション。何があんの？まず、プロデューサーとなって女の子たちを国民的トップアイドルまで育て上げましょう。OK。ステージ 4U。楽曲やアイドルなどあなたが自由にセッティングしたステージを楽しむことができます。ミキー、いいね。最新のダウンロードコンテンツか。アルバム、思い出の写真やビデオ。おお。あなたがプロデュースしたアイドルたちから受け取ったメールを読むことができます。うわー、いいねこれ。全国のプロデューサーが育てたユニットのランキングを確認できます。ゲームの設定を変更できます。これちょっと見てみようか。このグダグダ感がいいですよね。オートセーブしてくれ。ステージシーンスキップ。あー、オプションで、いいか。 BGM ちょっと下げとくかな。65ぐらい。なるほど、変えられるんですね。水着とかあんの？うわー、えぐいな。はい、これいいね。パーフェクトきた。よし、いけるな。これで早速いっちゃうか。このですね、動画の楽しみ方はズバリ100円が変態になる瞬間を楽しんでください。ちゅうことでよろしく。ニュープロデューサー、前回プロデュースした女性がですね、女性っていうか3人組は、チパチパベイビーズっていう名前で。お、なにこれ。それはほんの一握り。そんなサバイバルの世界に13人の女の子たちが足を踏み入れた。そしてもう一人、誰？今日もいい天気だな。俺が研修生としてナムコプロに入社してから数ヶ月。最近は早えよ。そういえば今日は所長から大事な話があるって言ってたけど、一体何だろう。行けばわかるか。よし、早く事務所に向かおう。オートスキップ止めたいな。結構ロード入るんですね。ゲーム中に入るのかな。評価高かったんだけどな、アマゾンで。ゲームのプロダクション、ナムコプロダクション。すげえ、前回と全然違う。はいはい、おはよう、おはよう。まこと、うわー、なんか興奮してきた。ミッキー、おはよう。うわー、なにこれ、最高。すげえ、なにこれ。めっちゃいい。ようこそ我がナムコプロへ。私が社長の高木純次郎だ。社長おはようございます。と君に挨拶したのはいつのことだったかな。月日が経つのは早いものだね。もう1年ぐらいっすよ、社長。おはようございます、社長。今日も一日よろしくお願いします。ところで大事な話というのは、君には入社以来私が考えた厳しい研修を受けてもらってきたわけだが、今日からは正式に君を我がナムコプロのプロデューサーに任命しよう。来たね。おめでとう。
あざーす。え、俺がプロデューサーに。あ、ありがとうございます。君と初めて会った日を思い出すね。その輝いた瞳を見て私はピンときたものだ。まあ昔話はともかくとして、改めて仕事の説明をしておこう。君の仕事は我がナムコプロに所属するアイドルたちをプロデュースすること、そして彼女たちをトップアイドルへと導くことだ。道は険しいと思うが、ぜひ頑張ってほしい。はい、いつか必ず皆をトップアイドルにしてみせます。力強い返事だ。存分に活躍して彼女たち、そして我がナムコプロの救世主となってくれたまえ。やばいのか。君も知っているとは思うが、うちのアイドルたちは数ヶ月前のデビュー以来どうもパッとしなくてね。ああ、そういうことですか。今まで彼女たちが自主的に活動を進めてきたが、一番下のランクから抜け出せないでいるのだよ。ランク、アイラーが発表しているアイドルランクのことですね。そう、アイラ、すなわちオールアイドルレーティングエージェンシーだ。アイラは全アイドルの実力を公平にランク付けしている公正な機関だ。そういう機関が発表している信頼性の高いランクだからこそ実に歯がゆいのだが。なるほど。しかし今日からは違う。なぜなら彼女たちには君というプロデューサーがつくのだからね。なるほど、そうですよね。彼女たちにはすでに君のことを話してやる。早速挨拶に行ってくるといい。はい、それでは失礼します。うわ、めっちゃ懐かしい。この続編やることになると思わなかったな。さて、研修の間に事務所のアイドルたちともそれなりに馴染めたつもりだけど。プロデューサーさん。あ、君は。ずっと待ってたんですよ。正式就任おめでとうございます。かわいいなあ。天海ちゃんや。なんだ、もうしてたんだな、はるか。ガナハ響ちゃん。ああ、本当に本当のプロデューサーになったんだ。よろしく頼むぞ、響き。うん。でも今まで自分たちだけでもアイドルできてたから、いてもいなくても同じかもしれないけど、よろしく頼まれてあげるさ。調子いいな、お前。ああ、頼まれてもらえると助かる。ガナハさん、失礼よ。私たち、そんなこと言える立場じゃ。クリス最高。キサラギ千早。でもそうね、プロデューサーがいてもいなくても私たちの課題が多すぎることには変わりはないわ。まずは基礎の技術を磨いて、それから実際に舞台で歌う経験も。真面目やな。プロデューサーさんってそういうことも一緒に考えてくれるんですよね。はい、もちろんアイドルの課題を見極めるのはプロデューサーの大切な仕事だからね。少なくとも私はプロデューサーがいるのといないのとでは大違いですよ。リツコーンはリッちゃん。誰か一人を担当してもらえるだけで確実に私の事務作業が減りますからね。あ、今回プロデュースできないのか、リツコは。そのあたり期待してますから。あ、もちろんプロデュース手腕にね。俺もみんなと一緒に成長していかないとな。よろしく、レッツゴー。事務所にいるのはこれだけかな。他のみんなはまだ来てなかったり、自主レッスンに行ってたりですけど、とりあえずもう一人。俺の運命の人。出たー、ミキー。ミキー。
うわー来たね。なんかちょっとドキドキするね、久々のさあれだから。せっかくプロデューサーがプロデューサーになったんだから起きなきゃダメだぞ。それはよかったの。うわ懐かしいにやけちゃう。まあいざ、それじゃレッスン場の方に顔出してみるかな。うわーなんかもうほんとリユニオンみたいな感じ、懐かしい。あー誠みんな調子はどうだ。あ、待ってましたよプロデューサー。うわーお前一緒にやったな。あれ誠俺が来ることしてたのか、それにプロデューサーって。ハルトちゃんたちからメールで連絡があったんですよ。あずささんはあんま知らないんだよな俺。お母さん的な。いよいよプロデュース開始ですね。よろしくお願いしますプロデューサーさん。はい、なんだみんなもうしてるんですね。つうわけで挨拶に来たんですけど、あずささんみんなこれからもよろしく。あーゆきひょ、わざわざのご挨拶ご丁寧にありがとうございます。ふつつかものですが今後ともよろしくお願いいたします。これ小林優さんかな、声高根さんか。高根の方、高根こそご丁寧すぎるんじゃないか。先は長いんだしかしこまらずに頼むよ。かしこまりました。では私も普段通りに振る舞わせていただきましょう。あんまり変わらないな、まあいいか。でもよかった、ゆきほん。前の時辛く当たってごめんよ。今まで私一人だったから、たまにラジオ番組にポエムを投稿するぐらいしかできなかったけど。出たこの寒い感じ。そうなのか、アイドル活動かどうかも怪しいレベルだな。レッスンから何から全部手探りな感じでしたからね。だからこれからよろしくお願いします。僕をキャピキャピのアイドルにしてくださいね。え、よく聞き取れなかったけど、もちろんバッチリ視聴させてもらうつもりだ。オッケー。とはいえ、今のプロデューサーは私たちと同じで、まだ一歩目を踏み出したばかり。少しずつ共に歩みを進めていければと。きっとうまくいきますよ。だって私、今日はラッキーデーだったんですから。これも何かの巡り合わせかなって思います。ちょっと涙出てきそう。なんかずっと会ってなかった友達に会った気がしてきたよ。ただいま戻りました。あ、兄ちゃん、おかおか、ね、おかおかって。なんかレベルアップしたって聞いたよ。どんくらいレベルアップしたの？ラスダンクリアして魔王も倒せるっぽい感じ。おー、ゲーマーか。この二人あんま知らないんだよな。いや、むしろこれから旅に出るぐらいのところかな。そうなの？じゃあまだまだレベル上げないとね。お金も貯まるし。とりあえず周りの雑魚退治から始めるといいよ。回復はただのとこでね。ああ、アミもマミも俺と一緒にレベルアップしてこうな。ラジャーだよ。ほうほう。何の話よ。要するに、ああ。この子もプロデュースできんの今回？あれ前回選べなかったよね。まあ、とりあえずプロデューサーって呼んであげるわ。だから馬車馬のように働きなさいね。怖いよ。お互いにないしとこ。あ、お互いにな。イオリも頑張ってくれよの。嫌がるはず絶対。やっぱ。でもカツ入れとかないとね、ここでちゃんと。そうそうか、ならいいんだ。プロデューサー、
知らないな、この子。ミニモニ的な感じですか、格好が。おお、弥生も祝ってくれるのか、ありがとうな。あの、私たちみんなまだ人気とか仕事とかあんまりないかもですけど、みんなで一生懸命頑張ります。だからいっぱい教えてくださいね。もちろんそのためのプロデューサーだからな、一緒に頑張ろう。うわー、やばい、これ楽しすぎる。何、挨拶をしていたらいつの間にかすっかり遅くなってしまった。あー、小鳥さん、おとなしさん、聞きましたよ、プロデューサーになったって。おめでとうございます。ありがとうございます。私、おとなし小鳥も精一杯サポートしますから、一緒に頑張りましょうね。はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。さて、早速ですけど社長から伝言があります。来週早々担当アイドル一人を決めてもらう。ほう。誰をプロデュースするかしっかり考えて決めておくように、だそうです。いよいよ来週から活動開始ですね。なんだか私まで燃えてきちゃいました。一人か、今回アイドル一人を選ぶのか、なかなか難しいですね。みんないい子たちですからね。でも最後は直感で決めちゃっていいと思いますよ。そういうのって大事だと思いますし。そうなんですか、わかりました。じゃあ今日はもう遅いので失礼しますね。来週からよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。一人か。来週担当するアイドルを決めろって言われたけど、どの子もみんな魅力的なんだよな。俺がプロデュースする最初のアイドルか。え、ここで決めんの？あ、違う。誰にしようか悩んで結局ほとんど寝れなかったな。でもプロデュースしたいアイドルは決まった。早く社長に伝えよう。ここほんと悩むな。おはようございます社長。おはよう。今日も元気があって何よりだ。それでプロデュースするアイドルは決まったかね。はい、寝ないで考えて決めました。結構だ。それでは君が選んだアイドルを教えてくれたまえ。運命や、どうしよう。これは3人できると思ってたからな。個人的にはマミちゃん超好みなんですよね。あー、マミちゃんめっちゃ好みやな。どうしよう。あー、行きたい、かわいいな。でもな、でも千早さんもマキセクリスの声優のね、今井あさみさんなんですけど、ここちょっとやったことないんで行ってみたいっていうのはあるんですよね。でもな、俺ミキ、ミキ捨てられない、どうしよう。めっちゃ悩む。どうしよう、めっちゃ悩むな。ということで皆さん、パート2に続きます。次回アイドルを決めるとこから始めますので、ご視聴ください。よろしくお願いします。ピースアウト。